八重です。45センチほど取って体に2周巻きます。近場にクリップがないのでちょっともたもたしてます。半分に折って固結びします。結び目をきれいにするように1回巻きます。今日は全部半分に折ります。今回くるくる巻いてみたんですけど、もしかしたら屏風畳の方が良かったりするかもしれないです。今度試してみます。15センチほど巻いてない部分を作ります。できたら輪の中心にゴムをします。そして下から入れ込みます。帯を半分に折ったままで巻いている部分を広げていきます。横の帯は全部しっかり広げます。入れ込んだ帯が下にずれていかないように帯締めをします。できました。